我々は再びコロニー落とし作戦を行うというドズル将軍率いる艦隊を支援するためサイド5に向かった。任務はコロニー落としを阻止しようと出撃してきた敵艦隊の迎撃であった。作戦に参加する宇宙攻撃軍の全将兵どもに告ぐ。私はドズル・ザビ中将である。現在工作隊が11番地コロニーワトホートに核パルスエンジンの装着作業を行っている。諸君らの仕事は装着中の核パルスエンジンと装着作業に当たっている工作艦を連邦軍から守ることである。各員、作戦成功のため全力を尽くしてくれ。決してキシリアの突撃機動軍に遅れを取るな。健闘を祈る。マッシュ、オルテガ、ザコは気にするなよ。俺たちの獲物は戦艦だ。おお、あれはアナンケ。デビルの上官する艦ではないか。よし、そう、アナンケを沈めればこの戦争も終わる。最悪デビルを捕らえるぞ。敵を発見した。やってやる。これが俺の実力よ。見つけた。そこか。やってやる。やってやる。見つけた。弱いな。じゃあ敵撃撃破。やられる。誰か援護。やってやる。そこか。これが俺の実力よ。やってやる。俺が強すぎるんだ。気にするな。
しまった誰か援護してくれ甘いわやってみるかこれが強すぎるんだ気にするな敵撃撃破見つけた俺が強すぎるんだ気にするな見つけた俺が俺の実力よ甘いわ俺が俺の実力よして援護要請を連邦軍に告ぐ。おとなしく降伏するならよし。拒否するならバズーカの弾をお見舞いする。俺は気が短いから長くは待たんぞ。さっさと返答しろ。やむを得ん。降伏しよう。こうして後にルーム戦役と呼ばれる戦いは終結した。この戦いの中で地球連邦軍将軍レヴィルを捕らえることに成功したガイア、オルテガ、マッシュ、彼ら3人は黒い三連星と呼ばれて連邦軍から恐れられる存在になる。黒い三連星の伝説の始まりである。